行くか。何者だ。趣味でヒーローをやっているものだ。それも趣味、趣味だと。やはり人間。ワンパンで終わっちまった。 あれで会社疲れの新人サラリーマンってところか。俺はサラリーマンじゃなくて無職。今日も面接だったが、カニランテ様が現れたところで逃げる気分じゃねえや。死んだ目のヨシミだ。別の獲物を探していてね、顎の割れたガキ。あ、顎の割れたガキ。自分がやったことをまだ分かってない。俺には関係ないし放っておくか。君、そのクソガキをかばう機会。おいおい、殺そうってのか。俺様のボディに乳首をかきやがったんだ。君も一生就活できない体にしてやる。俺は小さい頃ヒーローになりたかったんだ。かかってこいよな、この落ちこぼれめ。思えばあれから3年も経つのか。ハゲるくらい死に物狂いで特訓して、だがどうしてだ。俺はなぜこんなにも心が満たされないんだ。82円あります。すごい。ああ、想像以上だ、兄さん。兄さん、これだ、最強の力だ。そうだ、蹴散らせ。これは最強の男、これは最強の男。最強の男になった感想は、兄さん、誰だか知らんが、兄さんが知った。だから何なんだ。何なんだお前ら。貴様らは我々を地底人と呼ぶそうだな。我々が侵攻を始めてからすでに7割の地上人が土に帰った。こんなに手応えのありそうな怪人は久しぶりだ。一体何者だったんだ。趣味でヒーローをやってるもんだ。この気持ちは、このピンチは、久しく忘れていた。戦いの高揚感は。そうだ、息子たちが随分と。これこそが地上人には死んでもらう格闘ヒーローだ。さあ、やろうか。俺は強くなりすぎた。ヒーローとしてプロデビューをしてから5日が経った。俺の家にはなぜかジェノス君がやってきたわけで。俺がジェノスに教えることなんて何一つねえのに。そういえば、セミナーの話だと1週間ヒーロー活動を行わないとヒーロー名簿から除外されるって言ってましたか。漫画読んでる場合じゃなかった。しかし弟子として、ヒーローとしての高みを目指して生活してみれば、ぶっちゃけお前サイボーグだから、お前は S 級10位以内を目指せ。それが当分の修行ってことで。やってみます。走った、走った。しかし街は平和だった。とりあえず帰るか。何にも活動できねえ。今日は貴様を殺すと。悪いけど今忙しいからまた後でな。忙しいって言ってんだ。お前か、タンクトップタイガー参上。ソニック、お前不審者扱いされてやんの。お前だよ。俺もヒーローだっつーの。お前に迷惑してる人がいるんだよ。 C 級でも10位以内になると。さあどうする新人。爆裂するけ。何やってんだソニック。お前もヒーローなどというくだらん肩書きを持っているんだったな。俺は今それどころじゃねえっつ。悪いやつを探してやっつけなきゃ。悪いやつ、ここにいた。ここが Z 市ですね。
Z 市は大きい町ですが、例の無人の町があります。無人街に入ったら準備をしておくか。けどよ、なんでここだけそんなに怪人が増えたんだ。怪人が自然発生する構造のコロニーがあるとか。気配、怪人いきなり出ましたね。やるじゃん。ヒーロー協会に応援要請を。Z市に調査派遣されたヒーローから例の無人街です。行くか。噂の尻尾を掴んで。あーつまらん。こんなところを住処にしてても人間いないから有名になれないじゃん。あ、誰か来たな。あ、昆布だし買うの忘れた。先生、昆布がたくさん置いてありましたが。安く手に入ってだな。おいおい、なんだよこれ。うん、バネヒゲたちが戦った怪人の体の一部か。やはりここには何かがいるな。先生、なぜだかヒーロー協会に呼び出されたので。クビだったりしてな。おお、君がジェノス君か。わしはバングというものじゃ。協会に呼ばれてきたのだが。招集をかけられた S 級ヒーローも誰も来とらん。どういうことだ。35分後に落下する巨大隕石をこの地もろとも侵入するつもりらしい。今回ばかりはどうにもならん。避難しないのか。わしは代々継いできた道場を流水岩再建。言ったか。さすがに今回は Z 市消滅どころじゃない。まさかこの試作品を試すことになるとは。この町には先生も住んでいる。俺は。お前はボフォイだな。こいつも Z 市に住んでいるのか。ボフォイ、お前の力を貸してくれ。断る。そろそろ話してる場合じゃなくなってきた。さあ、衝突まで推定あと33秒。標的はかなり近くまで迫ってきている。まあ落ち着け。お主は失敗を考えるにはまだ若すぎるの。バング、伏せていろ。全てを捧げる。じいさん、こいつ任せるぞ。ん？誰じゃね。先生、俺の町に落ちてんじゃねえ。信じられん。だが崩れる。このビルだけじゃない、崩壊の波が広がっていく。一件落着だな。ヒーロー協会が俺じゃなく先生とメタルナイトが協力すれば最小限に防げたと思うぞ。死人が出なかったんだぜ。確かにこれは奇跡としか言いようがない。未来永劫に語り継がれる勇者だと。そういや、俺らのランキング順位上がってんじゃね。先生は C級342位から5位に。5位。 S級5位くらいには上がっていたでしょう。ヒーロー協会が今回の件はメタルナイトと俺の役割が大きいと。よし、ちょっと外回りでもしてくるわ。よく行くスーパーが潰れてら。おい、このインチキ野郎、兄貴呼んだか。なんだそりゃ。お前らどうしたいんだ。はぁ、あ、弟よ、もっときつい目に遭わせてやろう。お前か張本人は何とも思わないのか。いつに言っているのかな。まだヒーロー続ける気か。このありさまはお前のせいなのに。そうだそうだそうだ。ヒーロー、やめろ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 。しかし
集団心理ってやつか。これが現実じゃ。わしが出会ってきた中で最もな。行く姿は見たくない。今こいつ不審な動きをしたぞ。身に食わなければ皆殺しか。新人潰しのついでに。だから B 級止まりなんじゃよ。隕石をぶっ壊したら俺だ。俺はてめえらの評価が欲しくてヒーローやってんじゃねえからな。先生、あいつが俺のこと。帰りましょう。あ、そう。先生、埼玉先生ほど優れた人間を。なんだよ急に。たとえ世間に評価されなくても俺は先生についていきます。我々新海賊に明けは我々の餌として。その頭、タコの親戚か何かか。なんだっけ名前。ものすごく強いとか。我々新海賊はこれより。ただいま大好評売り出し中の A 級ヒーロースティンガーだ。助かったぞ先生。先生の順位が C 級2位になっています。失礼。もしもし、ジェイシー。相当な疲労感が伝わってきます。持ちこたえてくれ。俺の愛称タケノコも戦えて喜んでるぜ。うなれタケノコ。ギガンティックドリルスティンガー。俺はやったぞ。すべてあのね、死んで構わないわよ。俺が先に行って。あ、おい、こちら無名ライダー、今現場に向かっている。やめといた方がいいぜ。緊急避難警報。おい、あいつか。スティンガーをやったのは、こいつ、いつの間に背後に。あんた何者。俺はイナズマックスだ。エスランバーはスティンガー。刑務所にヒーローが服役していたとはな。脱獄することができた。また新しい兵隊さんが来たのかしら。ソニックちゃんは下がってる。二人のようにはいかないぞ。おいしそうなお肉。え、強がってはいるが、プリプリプリズナーの方が効いてるな。思った以上に強いパンチだ。だが俺が負けるわけにはいかない。仕方ない。プリプリプリズナー、エンジェルスタイル。エンジェルスタイルの俺を見て、先生に連絡する手段がない。レンダーは。あなたも私に歯向かってみる。見逃してやってもよかったんだがな。遅い。ルーティック嬉しいの。深海を自分の強さを再確認できる。パワーも。ったくどこ行ったんだよ。お前もヒーローなのか。ジェノス見なかった。俺の攻撃が通じないために一時退却だ。あら、次に会う時が貴様の最後だ。お前は誰だ。ヒーローか。深海王を狩るつもりならやめておけ。パパ、怖い怪獣はまだ外にいるの。感じる。あそこから感じる。待ってくれ。我々は降参する。ヒーロー失格だな。俺はちびった。俺もやるぜ。ヒーローだ。助かるぞ。いけるぞ。いける。こっちで合ってるのか。真っ裸の男が走ってったな。何、ちょっと見てくる。俺が合図したら一斉に飛び込め。おかしいな、確かに見たんだけどな。新海賊というのはお前か。ええ、無面ライダー君か。 C 級の君では無理だ。 S 級ヒーローが負けたのか。誰だ君は。あんたヒーロー協会の人。俺はヒーローの埼玉。新海賊というのはお前か。お前を排除する。俺も学習が下手だな。雨降ってるから早くしてくれ。彼の進化を見極めることができるかもしれない。シェルターから逃げ出せるものは相手をしているうちに急げ。逃がさない。
あなた一人ならで自滅するなんてね。死になさい。ジャスティスクラッシュ C 級ランキングトップのジャッグリャー。とどめさすの遅れちゃって、ジャスティスタックル。期待されてないのは俺が一番分かってるんだ。勝てないなんてことは、俺が一番勝てる勝てないじゃなく、お前に立ち向かわなくちゃいけないんだ。自転車のお兄ちゃん頑張れ。よくやった、ナイスファイト。ま、ちょっと待ってろ、今チン海賊とやらをぶっ飛ばすからな。超えてるのよ。まだ誰か現れたぞ。私は深海の王。今回は少し期待したんだけどな。強すぎる。そうか、強い怪人じゃなかったんじゃね。そこにいる C 級ヒーローが負けたヒーローってどんだけだよ。一応命張ってくれたんだぜ。他のヒーローが怪人の体力奪っててくれたおかげで、お前らちゃんと噂まいとけよ。最後に怪人仕留めたのは俺だからな。すでに弱ってたってことか。あれ、インチキ呼ばわりされて話題になってたヒーローだよ。ちゃんと見てやれよ。慣れたら困るんだよ。俺が利用できなくなるだろ。埼玉先生、先生の進む道だというなら、もしこの埼玉先生が、その時こそ俺が。まだあるじゃん、うん、感謝されてる。これは教会からです。 C 級1位。飛行中。何者だお前は。もしもし、何、これから始めるとこ。いいか、我は古代霊体系の超。さあ、今電話中なの。終わったのか。生きがっていられるのも今のうちだぞ、チビ人。もう3億年ほど眠ってれば。どうじゃ、やってみんか。ジェノス、お前やっとけ。いや、俺も遠慮します。流水艦再建を愚弄するか。参る。実力者揃いと聞いていたんだが。弟子の一人が暴れよっての。そいつ強いのか。ガロー、じいさん強いんだな。貴様、シルバーファングだぞ。よせ、チャランコ。わしより埼玉君の方が何倍も強いわ。この度 S 級ヒーローに非常招集がかけられました。レベル竜が来たか。一緒に来てくれますか。いいぜ、暇だから。お前は来ると思っていたぞ。あとはサイボーグジェノスと。彼は B 級の埼玉くんじゃ。よろしく。はい、俺は強者しか認めねえ。改めて挨拶をしてやる。ちょっと誰よ。失礼だとか思わないの。不愉快、消えて。もう大体集まってるようです。ちょっと、すまない、遅くなった。私は今回の説明役を任された大預言者柴婆様が亡くなられた。柴婆様って誰。知らないのか。地震とか怪人の来るタイミングをピタリと当てる。問題の核となるのは大預言文。読めるか。半年以内に戦う覚悟はしておいてくれ。この天空王についてくれ。バカな。そうだ、頑張れ。いいぞ。今のうちに逃げろ。損壊率 99.8% だと。とりあえず外に出て確認してみなきゃ。先生、外に行きま。でっか
こ。押しに帰れ。伏見か、こいつは。弱小種族か。こいつは俺が殺しとくから。俺師匠。この星に俺と戦える生命体がいたか。てめえがこの町やったのか、これ。